以前から一度行きたかった丸友水産、今日行ってきました。丸友水産の近くに弘法大師にゆかりのある海底から湧き出る最上の名水弘法水がある。ペットボトルか水槽を持っていくといいです。対応しそうな魚が並んでおるのを、こちらの名産アコウのおるの。並んでおる魚を持って行ったら料理してくれるそうだが、わしはメニューから選んだのじゃ。飲むがね。日本一ノンアルを美味しそうに飲む男。うまそうじゃの。さあ、行くぞ。カツオじゃ。一つ一つと魚の身が分厚く贅沢じゃの。ハマッチかな。海鮮丼の金メダルや。いくら、いや値段のことやないよ。ホタテ、人間おいしいものを食べてると無口になります。いやいつも一人やから無口やけど。まーい。タイかな、ミクラかな、ヤノかな、なのこっちゃ。全部うまい。これでどう？じいさまだきてな、あばさまだきてな、ボーナスきたなら赤飯たくべな、殿様だきてな、あ姫様だきてな、千両箱には目もくらむべな。
苦しゅうないぞ。YOOOOOO